はい、小向井美奈子です。眩しいと言ってもね、めっちゃ曇り、白い雲がまた眼球をいじめるいやー、やっと台風が過ぎてお外の地面が乾くほどになったよ。今日は海の方を見に行こうかなと思ってます。いや、眩しい。サングラス持ってくればよかった。おはよう、こんにちは、ハローおっぱいマンってなんだよ。かわいい、サメの水着着てる子がいる。はい、初見さんいらっしゃい、こんにちは。おかしき島なり、いやー海行くよ子供が泣いてる。そう、台風がねちょうど去った後で、ん、今何してましたん、謎。日焼けやばい。今日はねめっちゃ曇っててね、台風跡で。そして見えるかな、これどうやったら、あ、これか、よし、ドン。やっとセミが一匹鳴き出しました、この島よはい、こんにちは。台風去った後でめちゃくちゃ水が濁ってます、透明度ないないないけど綺麗だろ お、なんかいろいろあるよ。お、これが一番綺麗に見えるんじゃない。本当はこんなね、波なんかバッサンって言わない静かな綺麗なね海なんですよ。よし、綺麗でしょ。何カップなの、そんな話はどうでもいいんだよ。今海が綺麗だろって話してるでしょ。コメントしてくんならもっとなんか、わー、普通の普段のここの景色どんなんなんだろうとか言ってみろや。風邪気味じゃないよ。なんか太陽を見てたらね、こうなった。ででん、うわお、うん、泳ぎたい。泳げない、泳げない。今日は危ないよ。いるかいねえよな、私も普段の海の色をねサムネに変えて貼っとこうかなと思うぐらい全く違うの。海より美しい、ありがとう、お前いいやつだな今日はね紫外線も少ないし日焼けしたね。違う、これなんかね、あれでちょっと変えた、なんていうんだっけ、コントラストじゃない、なんていうのこれ、なんか変えられるやつがあるのいいやつなんですもう海終わり。あのね、海の方ね、海が荒れてんのもあるけどね、お砂がね足につくのが嫌なんですよ。なんせ今日長いパンツなんですよね。そう、暑い、島をプラプラしようかな。暑いな、そんな暑くないけどな。あ、眩しい。サングラス持ってくればよかった。私ね、眼炎っていう炎症を起こしやすいから、あのサングラスしないといけないのよね。
紫外線カットもあるし、白い光がダメなの。眩しい。ん？ちゃんとコメントを読もうかな。よいしょ。あ、戻らなくなった。よし。よしよし。なになになに？髪の毛綺麗？そう、ありがとう。なんかね、今日ダメ。湿度にやられてる。光らない私。あ、光ってる。こんなんで歩いててダメだよね。髪の毛綺麗、ありがとう。よしよし、まあ、お店あんまないな。黒のカリスマ超満。徘徊、今回徘徊だぜ。そう、あ、はじめまして、ありがとう。お昼ご飯食べていいよ。すごいね、こんな時期でも観光客が来るんだってさ。だってさとか言って。暑い。髪の毛を下ろして歩くのよくないかも。ハロー。涼しそう。涼しくないよ。ジメジメしてるからね、年中この島は。人が映っちゃう。よいしょ。そう、私が歩いてるところ見せよう。周りに人がいないよ。いないからこの島にみなこ いつまでもいようとしてるんだよ。今日は飲みに行くよ、お友達のアレクジョと。よし、こっちからも海が見れるんですよ。でもね、ここね、よくね、ハブが出るの。こっち降りてくと、朝方とか。ハブと木の枝、よくわかんなくて危ないよね。どうだ。やっぱりこっちから、上の方から見ると、やっぱ海の色がはっきり綺麗に見えるんだけどね。これちょっとエフェクトかけてるから、ちゃんと、青いよね。水色っぽく見えるね。普通の色だとね、こんな濁った色、はっきり見えちゃうんですよ。ダメだね。だからちょっとすいませんね。この時の、この映像だけ、よろしく見れるようにしてみます。これ、どうも、今回です。ラフテー好きです。そっか、いいね。朝ね、4時とか、4時じゃねえよ、6時とかね、だいたい歩いて、Welcome to Philippines, come to Hong Kong。 あー、そうね、香港たまに行くよ。でもコロナだからね、出ない。島から出たくない。うちの近所だ？どこだそれ。エフェクトかけて今の色撮ります。こんな色、エフェクト取るとこの色です。ちょっと海が綺麗に見えるかなと思ってね、エフェクトかけたの。汚ね。汚ねじゃないか。それでも綺麗なケラマブルー、イエイ。今エフェクトかけてる、はっきり見えるように。ちょっと曇り空ですからね、暑い。あっち、こんにちは。暑いね。ずっと沖縄で目。うん？沖縄ずっといるもん。ハロー。可愛すぎるよ。マジで。こんにちは、の笑顔がめっちゃ好きよ。マジ？普通これはないよ。眠そう。違う、眠いじゃない。メイクしてないから、あれなんだっけ、アイライン描いてないからそう見えんの。仕方なくない？山でも登るか。沖縄言葉で好きな言葉、うーん、なんだろうね。
花が綺麗。しまむんっていうここお店なんだけど、ここのピザがめちゃくちゃうまいの。ありがとう。たまにする笑顔好きです。ヤギいるかな。ごめんね、みんな画面酔いしないようにね。私自分の顔見て酔いそうだもん。いや私って可愛いっつって。ここはね、ここの宿泊施設の周りは人がいっぱいいるんです。おっぱい見たい。私の AV を見てくれ。ここで見せるようなそんなカルビ女じゃねえんだよ。これ私で画面いっぱいにしよう。みなこでちょっといろいろあるからね、人がいっぱいいるから。あれやっぱりヤギいない。食べられちゃったかな。もう大丈夫だ。ヤギのね、たまたまはね、ヤギいないの。もしかしたらヤギ食べちゃったかもしんないね、汁にされて。はい、この山でも登る。あ、でも山登ったらさ、あれがなくなるんだ、電波ダメなんだよ結局。今日お昼ご飯いっぱいいっぱいっていうか、結構パスタ食べたからめっちゃ歩きたいんだよね。この山もね、よくね、あれがいるの、ハブ。ハブに追っかけられたら今日終わるよ。私棒持ってくればよかったな。棒持ってきてもハブは撃退できないけどね。あれは食材だったのか。一応ここにも、ここにもね、ヤギいるんだけどね、やっぱりヤギいないんだよね。お、ヤギ、ヤギ、ヤギちゃん。やっぱりヤギちゃんの匂いしないからいないよ。ハブシュ、ハブシュいいね。ハブシュのショットよくの。どうしよっかな、山登る。でも雨上がりでまた雨降りそうだから、ここ登ると大変なんだよな。雨降りそう。もうあれ、あ、降ってきた。帰ろう。危ない危ない危ない。やばいやばいやばい。洗濯物取り込まないと。一瞬でいいからと思って。台風やから避難？山に？ハブとイノシシと寝ることになる。あとタマニヤギみたいな。急げー。やべえなこれ。あ、来るわこれ。マジで来るわ。わーい。見て。ハイビスカス。ハイビスカス、うん、あ、やっぱり空が眩しすぎてね。そう、台風だからヤギ多分ね、どっか小屋にちゃんと入れてもらってるかもしんない。今もと台風が通り過ぎたんだよ。つか雨降ってきたよ。急ごう急ごう。濡れる。あ、降るわ。ポツポツ来てる、ポツポツ。暑い。なこさんが一番綺麗だよ。キラッタラタラタタラタラタラタ、キラッ。私たち輝いてる、うん、暑い。うん、画面揺れてる、ごめんね。難しいね。足短いからさ、いっぱい歩いてんのにさ、進まねえんだよ。パラパラ
ルブ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 ル暑い、蒸し暑い。帰って昼飲みやだ。じゃあまだ酒届いてないんだよね。私も雨降りそうってかね、ポツポツ来てる。ちょっと水たまりでチェックしよう。降ってるね。あ、画面にもちょっとついてる。髪の毛後ろにしてよ。デブです。酔ってねえよ。あっつ。あっつ。やばいね。すっぴんっていうか、まあ、眉毛だけ描いてあるけど。つけ、ダメだ。背中の方にね、髪の毛あるとね、死ぬほど熱いんだよ、これ。切っちゃおうかな、もう。別に。髪の毛に用事ねえし。ここさ、こうやって結んでさ、ここ刈り上げたいんだよね。みなこね、シャツ？シャツじゃねえよ。シャツ？下着？下着で歩くやついるか？普通。よし、ちょっと帰って洗濯物取り込んでくるわ。あっち、涼しい。どっちだ？眠いんじゃない？眩しくてこうなってんの。目、あの白い光に弱いから、私これでやっと見える。暑い。こっちから帰ろう。いや、こっちから帰ろう。よし、じゃあ周りにするね。みんな YouTube の登録と、あとツイキャスもそうだな。ツイキャスもやってるんでよろしくね。あとインスタ、TikTok、あれなんだっけ、 TikTok、インスタ、TikTok、あ、Twitter、よろしくね、登録とか。で、今日、何時だっけ、7時ぐらいからまた新しい、内容はトラウマ、みなこのトラウマについて話してます。もしよかったら見てください。じゃあねー。バイバイ。